おはようございます、えー、今日の話は君はそんなに弱くないという秋元康さんの本の中から友達との付き合い方という話です僕は人間関係というのはテクニックではないと思うんです大事なことはその人といて楽しいか楽しくないか基本的に人と人とをつなぐ絆はそれだけ一緒にしていて楽しくければ付き合いは長く続いていくしそうでなければ関係はいつか途切れるものなんです 人は誰でも成長していくしその人を取り巻く環境も変わっていきます。それまでは共通だった話題が少しずつずれていくのは当たり前。話が合わらなくなってつまらなくなったら極論を言えばその人と友達でいなくてもいいわけじゃないですか。なのに無理やり話を合わせて楽しそうなふりをしてしゃべっていても面白くないんじゃないですか。人間関係というのはどんなに小細工をしても離れていくものを離れていくし。 長続きするものは放っておいても長続きすするんですお互い全然違う人生を歩くようになって価値観も違ってくると人は離れていくだけどそれでもなお付き合える人はいると思うんです人間というのは何にせよ生きていく上で無理はあんまりしない方がいいと思います壊壊れれるるももののははてていいくくしんです人間関係にしたって骨先でどうこうしたってダメなんですね 人と上手に付き合う方法とかコツなんてものはないんです強いて言えば人間としての魅力を磨くことぐらいでしょう最終的にはその人自身の魅力が人間関係を良くもするし悪くもするものだと思いますどんなに仲の良かった友達でも月日が経ち環境も変わり生き方も変わってくれば話は合わなくなってくるのは当然ですその後の人生の歩み方で 考え方見方あるいは指揮権といった人間の本質的な部分に大きな差が生まれるからですつまりお互いが同じように切磋琢磨し同じように人格が磨かれていけば話は別になりますがなかなかそういうわけにはいきませんこれは友達だけでなく会社の同僚親戚や夫婦も同じですどれだけ自分を向上させたか進化したかが問われるんですねつまり友達は自分の鏡のようなものです 自分が現状維持なら現状維持の仲間と付き合うようになるし自分が進化していれば進化した仲間と会うようになります。まさに孔子の言う「その人を知らざればその友を帯びよ」です。もし久しぶりに旧友と会って昔の話ではなく今楽しんでやっている話新しい話未来の話で盛り上がったとしたらそれは一生の友です。これは年を重ねれば重ねるほど大事になります。 いくつになっても自分を磨き続けることができる人でありたいと。じゃあ今日これ